はい、どうも、やけつの町です。はい、どうも、声がガラガラの今朝でございます。はい、というわけで、病み上がり。病み上がりでございます。さあ、今日なんですけど、欅のね、MV が、エキセントリック、ようやく公開になったんですよ。はい。どう？なんかさ、なんだ、残酷な観客たちのエンディングでチラッと流れるんだけど、はい、もうその感じから見て結構いい感じの MV だなって分かってたけど、うん、フルで見たらやっぱ、なんだろう、欅らしさが、そうですね、うん、なんか個人的になんか曲だけでもすごい好きだったんですよ、うん、なんかやっぱり映像がつくとなおいいですね。そうね、うん、あとはさ、やっぱエキセントリックってだけあって、うん、なんだろうね、靴回してたりとかさ、 あそこ好きだった特に、うん、同じとこあれなんだよね、あのこう一回音楽番組でエキセントリック、うん、こう披露したんだけど、うん、その中でも靴なんか投げたりとかしてたんですよ、うん、えーと思って、あとなんかダンスがね、なんか面白い、すげえ変なダンスしてて、そうそれがやっぱ印象的だなと思ったけど、うん、MV にもちらっとそのダンスの風景映るけどさ、うん、やっぱこうかっこいい感じメインというかさ、そうだね、うん、俺的にねるちゃんがすげえこう雨なのかな、びしょびしょになりながらみたいな、あ、やってたやつ、そこら辺が結構意外と今回テチだけじゃなくて、うん、ねるちゃんとかめっちゃ映ってるのが、そうだね、いいな、なんか歌詞なんだけどセリフみたいなっていうかさ、あ、そう感じのところも、ラップから始まるみたいなところもちょっとなんだろうな、意表をついてくる感じというかね、ね、うん、いや、めちゃくちゃ個人的にはかっこよかったなって、いいね、うん、今までにない感じの曲ではあるし、そうですね、かっこいいながらも意外とラップ調で攻めてくる感じとか、そう、うん、ちょっと MV かっこよかったね、うん、なんか歌詞もすごい刺さるものがいっぱいあったので、うん、まあアルバム出るからさ、そうですね、 MV も確かアルバムに収録されてるはずなんですよ、 DVD で、うん、なんでちょっとそれもね、込みでちょっと楽しみだなと、うん、そうですね、思います、はい、はい、というわけで今回はエキセントリックの MV が公開になったという動画でございました、うん、動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。